です。高木隆です。おー、高木です。おー、高木です。よろしくお願いします。誰が投げるの？誰が投げるの？外野が。うるさいっつうの。黙っとけ。こんな宝の扱いじゃないですか。お前ヤモリとかお前持ってくんじゃないよ。お前俺ジャッキーなんだから。今日は、ね、はい、これバット持ってる。おー、ということね。ということはイエス、ランナー一塁、はい、ね、よく使う作戦は何？バントです。バントね、はいはい、このバントをちょっと教えたいと思います。講座を。ではお前ドヤ顔すんじゃないやつよお前。まず一番いけないのはバントをやるときにタイミングを取ってないって。バッティングだってタイミングが大事だぞ。バントだって来るボールをコンってやればいいだけじゃなくて、やっぱりリズム、例えばこう構えてこうやって足でこうやってリズムを取りながら引きつけてコンって、そういう動きは全くなかった。バタバ、はい、言ってやっぱりリズムからなったと、はい、で脇を締める、それはいい。ただマークを持つと芯に当たる可能性がある。やっぱバントってどうやって殺さないの？芯を外す、芯こっちに外すか、外さない、先端でしょ、はい、俺はやってたのは手を隠して先端の方を持つ、必ずこの付近にある。そしたらボールは芯、あとはリズム、高めに構えておいてリズムです。ボールを引きつけておいて。あの質問なんですけど、はい、バットが、はい、大将、はい、よっ、いや違いますよ。その時だけ張るやないか。張れよ大将。すいません、プロ意識出ましたね。あ、はい、いいっす、いいっす。バットが、いや、よくないんだよ。音が拾えないから。おい、張ってくれって言われてんじゃん。そうです。でも大将、よっ、いや違うっす。いや違う、その勢いで言えよお前。そうっす、大将、よっ、バットが楽しんでんじゃないですか。言いにくいっす。言いにくいっすよ。普通にやる。バットがレベルになる人と斜めになる人、確かに、この点で行く人と線で行く人みたいな感じですか。あれはどっちがいいとかあるんですか。どちらかというとやっぱ線の方がいい。若干はちょっと上がるかもわからないけども、はい、なるべく平行に近い若干があり、はい、で人間の感覚として手に当たりそうだったら絶対こう引くから、はい、ここに手があるっていうから、はい、ね、だからできるだけ先の方を持ってやる。あとなんですね、あ、いいっすね、はい、ちなみになんかその方向をつけるのは、僕はあのバットの角度で方向つけれる。僕はそれ角度でいいんですか。角度でも、例えばお前内野守ったことあるか、こう突っ込んでくるときにバットの角度で、あ、こっちに来るのがあるじゃん、はい、だ、まあ、例えば三塁側にやりたいの。で三塁手っていうのもやっぱバットの角度見てるし、ピッチャーもバットの角度を持って降りてくるわけだから、最初こうって一塁側にこうやって向けとけばピッチャーはこっちに降りてくる。でやる瞬間にポンと角度を変えてやればピッチャーは逆を取られるという。だから角度をつけておいて角度のままポンってやるやつはやっぱ下手だね。あの成功率が上がらない、はい、だから何でもリズム、セーフティーバントでもポン、左足で捉える、ポン、ドンと走る、走れない、わかった、いい、走ってほしい、いい、大丈夫です、大丈夫失敗なんで、失敗なんで、はい、おおうわ、絶対やってましたね、現役で。そういう後輩やられたことありますよ、自分はい、人によって大将よっ、大将よっ、この人によっては右足を引いてやる人と開く人、2パターンあるんですけど、これってそのケースによって変えるってことですか。それはね、セットやっぱりその人の持ってる感性だ。俺は絶対こうやってできなかった。いや、右でも怖いと思うんだよ。こうやってやってる。ここに抜けてきたお前、藤波の球なんか避けられないよ。怖くない？それこそ。なんか練習法みたいなのはもうひたすらやるだけですか？これやるだけやる。まあ丸を描く。線を描いて丸を描く。そこに入れる遊び。ああ、なるほど。そういうことをやると楽しくできる。そういう遊びを入れながらこう角度、バットの角度、ね、そういうことを覚えていくと楽しい。まあ、そういうことで、はい、
バントの講座、はい、まあ分からないことがあればね、はい、まあちょっと質問してくれれば、そうですね、またそれによって答えていきたいと、はいはい、まあまあそういうことで、はい、ね、あの今日はバント講座でした。はい、どうしよう、ありがとうございました。よっ、大将、よっ。